リングエックの剣術書、タイトルページジークムンとリングエックは、15世紀ドイツの剣術家で、現在ドレスデンに伝わっている剣術書、ドレスデン志向の著者。この剣術書は148用からなり、本文は二人の手によって書かれている。その中で、リングエックは、バイエルン公、アルブレヒト時代の剣術家であると述べられている。リングエックと個人的な面識があったとされる。 ベータフォンダンチヒが、その剣術書で、リングエックの書を引き合いに出していることから、このリングエックの剣術書は1440年代に成立したものと考えられている。リングエックの剣術は、ヨハンネス・リヒテナウアーに依拠しており、最初の制限は、リヒテナウアーの教えを記した50年ほど前の、ニュルンベルク思考に従っている。また、差し絵理者本も、今日まで伝わっている。 この写本はパウルス・ヘクトルマヤーによって作成が依頼されたもののようで第1ページにはその署名がある。ありがとうございます。